カール・フォン・ヘッセン・カッセルは、ヘッセン選定校科の講師で、ヘッセン・カッセルハク、デンマーク王家の一員となり、ノルウェー総督、シュレース・ビヒ・ホルシュタイン総督を務めた。ヘッセン・カッセルハク・ホーフリードリヒ2世と、その最初の日で、イギリス王・ジョージ2世の娘であるメアリーとの間に、生まれた三男実質的な次男として生まれた。父は1747年に妻と息子たちと、 別居してカトリックに改修し、1755年には母メアリーと完全に離別した。カールの祖父のビルヘルム八世は嫁のメアリーと孫息子たちの食いぶちとしてハーナウ伯領を与えた。カールとその兄弟たちはカトリック信徒になった父の影響を受けないように母親の手元で育てられた。1756年、メアリーは妹のデンマークをヒルイーズの遺児たちの 母親代わりを務めるべく、息子たちを連れて、デンマークに移住した。1766年、カールは10枚にあたるデンマークのルイーセ王女と結婚した。その3年前の1763年、兄のビルヘルムも、ルイーセ王女の姉のビルヘルミーネ、カロリーネ王女と結婚している。カールはデンマークに軍人として仕えた。1768年、カールは、 デンマーク王家の一員として、デンマーク王領である、シュレースビヒ公国及び、ホルシュタイン公国の総督に就任し、亡くなるまで務めた。同年、彼は、ヘッセンカッセル砲白領のオフフェンバッハにある、ルンペンハイム城と、その付属荘園を買い取って、ヘッセンにおける居所とし、1771年には、ルンペンハイムの所領を拡張させたが、1781年に、 ルンペンハイムを弟のフリードリヒに売却している。1790年、長女のマリーが義理の追いであるデンマークの折衝を応対し、フレゼリクと結婚すると、カールはデンマーク政府や折衝を応対しに対して政治的な影響力を及ぼそうと何度か試みたが、いずれも失敗に終わった。カールはデンマークにおける演劇やオペラの意外なパトロンの一人だった。カールは、 シュレースビヒ氏に宮廷劇場を所有し、この劇場での上演に積極的に関わった。カールは結婚後の生涯の大半をごっとう浮上で、家族と一緒に過ごした。1805年1月25日、ヘッセン選定抗となっていた兄ビルヘルムは、カールにヘッセンカッセルホーハクの称号を与えた。カールは1836年、シュレースビヒのギビにある妻の屋敷ルイーゼンルントで、 亡くなった。つまイーゼとの間に6人の死状を設けた。ありがとうございます。